私はしおり、東京の会社に勤める25歳 OL。 今日は同期で仲良しのミキがお休み。お母さんが急に倒れて危篤状態らしい。何事もなければいいけど。私は新卒でこの会社に入った。今年3年目。仕事は慣れてきたけど、その分任せられる仕事もハードになって、なかなかまとまった休みが取れない。一人暮らしだから、身の回りのことも自分で全部やらないといけない。だから週末の休みもすぐに終わってしまう。もっと時間が欲しいよ。彼氏もしばらくいなくて、ゴールデンウィークやお盆は友達と旅行に行ってリフレッシュしている。実家は大阪だから、正月くらいしか帰っていない。帰ってもゆっくりできるのが正月くらいなのと、交通費もバカにならないし、新幹線で2万5000円も使うなら遊びたい。給料も安くて、いろんなものを我慢してるんだから。はぁ、お金持ちの王子様と結婚できたらな。ほんと、そしたらこんな会社さっさと辞めるのにね。うちのお父さんが来年定年でさ、いつになったら結婚して孫見せてくれるんだってしょっちゅう LINE 来る。マジで？私ならブロックしちゃうかも。それはさすがにかわいそうよ。まあ基本無視してるからあんま変わんないけど。あ、ねえ、今年のお正月さ、みんなで初詣行かない？王子様が見つかりますようにって。いいね。結婚したらそんなこともできなくなるもんね。みんな誘っていこう。毎年お正月は実家に帰ってたけど、実家はいつでも帰れるし、今年はミキたちと初詣行こう。今から楽しみだな。ミキとこの話をしたのが3日前のことだった。ミキのお母さんは47歳、まだまだ若い。写メを見せてもらったことがあったけど、見た目もとても若々しく元気そうな人だった。とても病を患っていたようには思えないし、ミキもそんな話は一度も。ミキはそれから1週間職場に来なかった。私は言いようのない不安に襲われた。こんなにもある日突然人は死んでしまうものなのか、こんなにも人の命は儚いものなのか。ミキが忌引休暇を終え出社した。化粧でごまかしていたが、目の周りは腫れ、げっそりとやつれていた。私はなんて声をかけていいかわからず、しばらくそっとしておこうと思った。その代わり、いつでも頼ってもらえるようすぐそばにいるようにはした。3日ほどしてようやくミキの方から話しかけてくれた。しおり、気遣ってくれてありがとうね。ううん、くも膜下出血だった。テレビでたまに聞くけどさ、まさか自分の母親がなるなんて思わないじゃん。正直テレビだけの話だと思ってた。うん、お父さんがね、お父さんは50だから2人ともあと30年くらいは生きれると思ってた。だから毎日をなんとなく過ごしていて、母さんに感謝や愛の気持ちをちゃんと伝えていなくて、すごく後悔してるって。そんなの私の方こそ、前にお母さんに会った時のこともろくに思い出せない。でももう会えないの。会えないんだよ。ミキは私の胸でワンワン号泣した。私の両親は父が59歳、母が57歳。ミキのお母さんより一回りも上だ。うちの両親だっていつ急な病気や事故で死ぬかわからない。もちろん私だって。もし二人が80歳まで生きれたとして、私はあとどのくらいの時間を二人と過ごせるのだろう。私はちょっと計算してみた。今私は正月に5日ほどしか帰っていない。1年に5日、20年続いたとして100日。100日？あと3ヶ月ちょっとしかないの？この3ヶ月なんて何をしたかろくに覚えていない。それくらい早いスピードで過ぎていく。あと両親が20年生きたとしてもこれだ。もっと早くに別れが来るかもしれないし、結婚したら正月に帰ることさえなくなるかもしれない。おそらく実際には100日もない。もっと短いんだろう。ミキのお母さんの死を受けて、自分も他人事じゃないんだなと思った。不意に私は携帯を取って電話をかけた。あ、もしもし。あら、しおり、どうしたの、こんな時間に。いや、なんとなく。元気？なにそれ、お父さんもお母さんも元気よ。別にあと1ヶ月もしたら会えるのに。帰ってくるんでしょ？うん、そうだけど、そんなのわかんないからさ。そう。ねえ、たまにこうやって電話していい？なんでダメなの？もちろんよ。嬉しいわ、ありがとう。うん。じゃあまた。友達も大事だけど、来年からはもう少しこまめに帰るようにしよう。自分をここまで育ててくれた両親にちゃんと親孝行できないまま別れるなんて絶対嫌だ。会うのが無理なら電話で、電話も恥ずかしいなら LINE で、もっと日頃から感謝を伝えるようにしよう。今日も明日も当たり前にあるわけじゃないんだ。
もっと一日一日を大切にして生きていこう。